そうですね。そうですね、今、これが終わったらちょっと一緒に写真撮ったりしたりしましょう。待ちに待ったこのオープンの日、一緒に祝ってくれて。まばし、千葉県になるかな。来た。すごいね。やっぱ混雑が予想されるって言ってたから相当だけど、亀金くんすごいね。ちょうどいい日にちでね、グランドオープンだったからね。じゃあ早速ね、この後な一緒にみんなと一緒に並んで、亀金フィットネスのね、グランドオープンをね、お祝いしたいなとみんなで思ってます。みんなっても僕一人なんだけど、やっぱ金金君の知名度はやっぱ ね 4,5 年前に始めたとはいえど、やっぱりコツコツ積み重ねたものが大きくて、こんなに人が並んでる、すごい。じゃあね、まず次々来てる。結構やっぱ日本の子が多いね、やっぱ見てると、ね、じゃあね、受付これからです。これみたいですね。なんか聞いたら聞いたらっていうか、まあすぐ、まあみんなそうやって田舎に行ってたんで、来る途中もやっぱ金金くんは有名ですか。やっぱそうか。まあ気わずと知れてね。加藤くんと金金くんも同じ、どっちがそう初めに筋トレこう見たきっかけになってる感じですか。エディ大体どれぐらい前から金金くんを気になってこう見るようになってた感じです。1年半、やっぱ意外とやっぱ徐々にっていうね、客ファン層も増えていってる感じ。僕もあの方もずっと気になってずっと見てるプロフェッショナル。そうで、で一緒になって筋トレしてるから、もうどんどん太、ね、でかくなってるし。で当初もあんなんじゃなかったから本当に気になって、もう本当にこの周辺の人が気になっちゃう。来た来た来た、あ、金金くん来た。で、来るとやっぱみんな撮る写真。ちょっと肌が白くなってる気がする。ランニングとか撮ってるから白いよね。来た来た。結構普段で会うと結構、まあ、普通にフランクいい人。基本的に金金くんはいい人。お、違うかな。お、こう来たね。マットのね、かっこいいね、黒もね、ジープも好きだけど。